北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。番組のフォロー、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。北川先生、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はね、ご覧になっている方、聞いていただいている方にはもうね、ご存知かと思いますけど、僕ら基本的に毎月1回、その翌月分の収録をまとめて、撮っているんですけども、先生、やっぱりね、サポーターの方の向けの音源のところでも、ご講話のところでもお話しいただきましたけど、やっぱりちょっと今月、まあ月を追うごとですけど、特に今月、これ撮ってるのはまあ5月某日ですけど、なんかやっぱりエネルギーに溢れてますね。なんか以前に比べて、これ、なんでなんでしょうね。まあ、たくさんの人に会ったからだと思いますね。うん、で、もう一つは、山形とか盛岡とか長野に行って、うん、なんかいい人たちに会って、なんか、いい仕事ができたっていう思いがあると思うんですね。うんうん、たくさんの人に喜びを与えたとか、みんなから喜びをもらったとか、感謝と尊敬をお互いに交換し合ったとかいう。部分があれは私を生き生きとしているのかもわかりませんね。ああ、なるほど。そういう意味では先生おっしゃってるのは、やっぱり人と会うことで、まさにこの番組のタイトルで人生を変える出会いっていうのはやっぱり大切ですね。で、まあそういう人たちと仕事をするのの話をするのではなくて、なんか根本的に感謝と、なんかね、喜びを交換し合うって言いますかね、はい、さっき言ったように。うん、それが我々を逆に生き生きとさせてくれると思うんですね。ただ仕事の話をして、儲けた儲けないとか、仕事は良かった悪かったっていうんじゃなくて、なんか人と出会うことによってお互いの感謝と、からその好意と、交換し合うっていう部分が我々にエネルギーをもらえるんじゃないですかね。そうですね。その交換自体がエネルギーの交換みたいなところありますもんね、お互い。だからまあ出会いは今言ったようにこう出会いには感謝と交換って言いますかね、交換って行為を、感謝と行為を交換し合うっていうのが、人と出会う基本かなと思いますね。そうですね。なるほど。まあ、それゆえ先生からこう、やっぱりなんかエネルギーとか声とか、ね、すごい、いつも以上にこう元気な、お元気なイメージがあるんですけども、そんな先生にですね、今日はこんなお話を伺ってみたいんですけど、時流に乗ることと流行に流されることの違いということで、実はずっと先生に伺ってみたいなと思ってたんですけど、やっぱりね、流行っていうとね、まあ、いつの時代も、例えばこの番組自体もね、まあ、ポッドキャスト、そして YouTube、を使って配信していますけど、そういう意味では YouTube がね、このコロナ禍ですごく、まあ、見る方もやる方も増えて、先生の周りでもね、ひょっとしたらその会社の方で、先生、私の会社で YouTube 始めたんですよ、みたいな、そういう方もいたかもしれないですけど、で、最近で言えば、いわゆる AI がね、どんどん増えてきて、新聞見てもチャット GPT ってもう、なんか、なんでも AI が論文まで書いてくれるみたいなね、話が出てきて、これで仕事がまたなくなるんじゃないかとか、逆にすごい儲かるんじゃないかみたいな、まあ、いろんな情報が国内外で錯綜してますけど、はいはい、いわゆる、まあ、流行、に流されてしまうとね、大切なものを見失うっていうのは自戒も込めてなんですけど、思いつつ、その一方で同じ時、流れるっていうことでも、文字通り時流というか、時をつかむ、時を味方にするっていうのは、なんて言うんでしょうね。やっぱり、流行とはちょっと意味合い違うんですけど、その時代が、タイミングがこう後押しして世に出ていく人とか、何かこう、まあ、世に出ることだけじゃないですけど、自分がこうずっと、やっていたことがあるとき花開くみたいな時期タイミングがあるじゃないですか。なのでその流行に流されることと時をつかむ、時を味方につけるってことは何が違うのかなっていうのをちょっと先生に伺いたいなと。全然違いますよね。思ったんですけど、流行に乗るのはこう一時的なものだと思うんですね。で、時流に乗っていい仕事をするっていうのは根本的な何か本質を掴んだ人だと思いますね。だからまあ流行に乗って大騒ぎするのも、こう、いや、大騒ぎというか、なんか、それもいいことだとは思うんですね。決して悪い、なんか、
流行に乗るのも決して悪いことではないと思ってます。はい、うん、私がちょっと思うのは、小学校の時になんか男の男性の中でこう、で編み物が流行ったんですね、編み物とか。なんかもう一つは、あの木を削って、はい、なんか船を作るとかいうのも流行ったんですね。はいはいはい。なんかその二つまあ思い出すんですけども、うん、そのまあそれは子供の間の流行だったんですけど、うん、それを遠くから眺めて参加しなかった人と私のようにこう参加した人間にとって言えるのは、うん、あの時編み物とか縫い物を覚え、うん、ことを覚えたのはすごく人生に役立ったんですね、うんうんうん、だから後で思ったことは、あ、そういう流行に乗って そこにある技術とか生き方を身につけるのも大事な、うん、その時期にあの身につけることも大事だなと思ったんですね、うんうんうん、思ってるんです、うん、だからあの時に縫い物したおかげで僕破れたりなんかしたらいつでもパパッと縫えるんですね。すごいですね、うん、なんか言って靴下とかなんとかでもその破れたことを気にしないずに洗ったりなんとか、うん、なんかそれにつながるような部分があります、うんうん、流行、そういう流行に本を読むという流行が入った時に一緒に巻き込まれて本を読む流行に乗ったおかげで図書委員になったりしてなんか本を読むチャンスをもらったりとかってことがあったので、まあ、そういう意味での流行では私は流行に乗るのも楽しいなと思ってますね。今おっしゃったように何でしょう、その流行を楽しむとか、はいはい、ちょっと、はい、あの試してみるっていうのはなんかやっぱ心をねこう豊かにするとか心が固まらない視野が狭くならないためにはやっぱりその時代その時代ね流れてくるものをこう一度受け入れてみるっていうのは大事かもしれないですね。逆説的ですけど、うんうん、なんかそこで計算して自分の利益につながろうとすると、うん、そこで損得が生じたり嫌なことがあったり対立がトラブルを招くから、うん、そういう意味での流行を自分の損得とかなんとかに続けないで自分の中の本当そうです ね喜びと他者との共有感みたいなものに、うん、あのつながりられていれば、はい、なんか趣味に近いかもしれないですね。何か役立つからとか儲かるからこの趣味をするみたいに、そう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 、文字通りシンキング入っちゃうと面白くなくなっちゃいますよね。仲間作りにもつながりますよね、うん、その流行に乗ってその、うん、そのことが大好きな仲間が増えるじゃないですか、うん、グループね、うん、だからそういう意味での、はいはい、できた仲間はずっと後まで通じたりしますよね。うん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 、で自流に乗るっていうのはまたこう、とかはまた別だと思うんですね。うんうん、非常に難しいものがあって、自流に乗るためには今飛びついてやるのではなくて、ずっとやってきたこと自体がなんか時代が来て自分を迎え入れるっていうのが自流に乗るような感じがするんですね。私自身のことを思い浮かぶなら、はい、うん、僕は20代の頃、まあ、東京行ったり、就職したり、大都会で仕事するのが、まあ、あれだったんですけど、途中で私は気がついて、こう、田舎住まいっていうか、地方でローカルな生活で、はいはい、まあ、農業とかローカルな生き方をしたいと思って、はい、そういう意味で、大きな会社はすぐ辞めてしまって、すごい転換ですよね。そうですね。うん、して、なんかローカルなとこで生きていたんですけど、それがこう、その、なんか僕、私はその時に時代から離れたと思ったんですね。うん、私たちの、じゃあいい大学行って、いい就職して、いいお店もらって、うん、いい会社で部長さんになってとか、でかっこいい服、はい、スーツを着て、こう大きなビルに出入りするのが、うん、まあ、当時の、なんていうか、こう自流に乗るみたいな感じだったんですけど、はいはいはい、あえてそうじゃなくて、地方に行って、土にまみれて、ボロ布を着て、なんか、うん、はい、ボロボロと、まあ、時間持ちで、時持ちになることを目指したんですね。はい、お金持ちではなくて、時持ちになることを目指したんですね。うん、で、まあ、それはこう自流から外れたって言いますかね。はいはいはい。やっと思ってたんですよ。うん、それから何年かしたらですね、周りにこうそういう生き方をするような世の中になってきたんですよ。なんかまさにですよね。そうですよね、うん、ローカルみんながなんか田舎住まいとか田舎暮らしっていうね、そういうスタイルがむしろ そうそう
最先端になりましたよね、そうそうそう、ある意味。そうそうそう、うん、だからその時に私は思ったんですね、こう、あ、私が自流から外れたつもりだったけれども、うん、時が私を追いかけてきたって感じがしたんです、時が追いかけてきた、うん、で、うん、私は今もそうですけど瞑想とか断食とかいうのは当時から始めてたんですけど、全く自流からこう外れてた。そうですよね、当時なんてもう、ちょっと、先生に言うのも先生ですけど、ちょっと斜めから見る人もきっといましたよね。あ、変な宗教家とかね、うんうん、なんか変な新興宗教じゃないかとかいうような、うん、あね、瞑想とか断食とか言ったら、うん、なんか驚々しいものとか言う、というかな、心を解くとかいうのは何だとか思われてたんですけど、今はそうじゃなくて、時代が私を求めてきてるって言いますかね。いや、本当ですよ。もう先生が離れたはずの大企業とか、うん、そういう世界がむしろメンタルヘルスで、その瞑想とかね、一番必要としてますからね。だからそういう意味では先端を行ってたんですね、うん、その先端行くための準備をしてたんでしょうね、うんうん、私、まあ、早川君のこの話をするとあれですけど、まあ、私の体験しか言えないんですけど、私は自流に乗ったのではなくて外れたのにこう時が私を押し上げてきたという感じですね、うんうん、あ、いや、時が追いかけてきたと言いますかね、だから、まあ、その中に価値観が、私の中に価値観の変化が起きて、お金持ちになるとか部長さんになるとか社長さんになるとか経歴とかいうのに対して私は全く関心がないんですね、うん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 、そうではなくて、どんな生き方をしてどうやって人に優しい言葉をかけられて人を救えたかで、うん、喜びを持ってきたかで、たくさんの人から感謝されたかどうかが、こう、そういう経歴とかから会社が大きいとかお金とかよりももっと本質的な大事な喜びをもたらすものだという感覚を今持ってるわけですね。価値観が、価値観の転換が起きたんですね。全く、クラウン、例えばの話で、カーンとクラウンとかレクサスとか、そういう車を選ぶのではなくて、軽トラで十分みたいな、まあ、そういう感覚ですね。それで生き生きと生きていれば、野や山や、あれを軽トラで、行くことができれば、うん、なんかそちらの方が楽しいみたいな感じで、なるほどね、野や山は、クラウンや、まあ、レクサス山もしくはなんかベンチみたいなもので走れないんですね、うん、綺麗な舗装されたところしか、うん、そうですね、まあ、どちらに価値観を置くかっていう、うんうん、ものなんですけど、そういう意味での自流に乗るっていうのは自分自身の心のレベルにもあるのかもしれませんね、うん、今心のレベル、気づきのレベルっておっしゃいましたけど、まあ、先生ご自身の経験からね、今お話しいただきましたけど、先生ご自身の経験プラス先生がこう世の中今ね、世の中見てる中で、やっぱりこの人は自流に乗っているな、乗り続けているなっていう、まあ、ある意味 本物かなという方、まあ、ご自身の経験も踏まえてですけど、になんか共通することって何かありますか？ありますね。やっぱそこ根本は人類愛だと思いますね。利益主義ではなくて、あ、まあ、人間に対する愛、言葉、ちょっとかっこいい言葉で、あれとはあれんですけど、うんうん、やっぱりこう、お金儲けではなくて、うん、人の喜びや人を救うことや、うん、人の希望や、うん、生きることにつながる、うん、仕事をすることが、うん、やっぱその自流の根本にないといけないと思う、うん、あるといいと思いますね、うんうんうん、そういう意味ではそれこそ先生も大好きな大谷選手なんて確かにそんな感じしますね。そっちに振り込んでもらってありがたいんですけど、うん、まあ、それも流行に乗りながら、それもあれも自流に乗る、両方あるかも分かりませんね、うんうんうん、そういう、もう大谷選手の関心のある人もたくさんいらっしゃると思うけれども、まあ、日本人の中で日本人の素質、性質を評価を高めてくれた人だと思うんですけれども、うんうんうん、東洋人が、うん、敗戦国の日本人が、うん、アメリカの、ね、国技のルールを変えるなんてすごいことだと思いますね。はい、例えて言えばこう日本がこう任した日本が国の人が、うん、相撲界に入っていて、ね、相撲のルールを変えてしまうようなもんですもんね、うん、確かに。でも未だに外国人が相撲のルールを変えたことはないと思うんですね、うん、ルールをですよ、勝ち負けはありますよね、うん、あるけど、うん、そうですね、ルールを根本的から変えるっていうのはやっぱ、うん、ありえないと思うんですけど、大谷はそういう意味でアメリカの国技である野球のルールを、まあ、100年ぶりに変えたって言いますかね、うんうんうん、
なやっぱそういう意味での彼のこう真面目さ、それから一途さ、うん、それからこう優しさ、それからとらわれない心っていうのがアメリカ人の心を打ったんではないでしょうかね、うんうん、でもそうするとアメリカ人の、まあ、心って先生おっしゃったように結局時が味方するというかね、あの時が追いかけてくる人っていうのは結局周りも味方するというか、さっき人類は純粋性シンキングしない人にはやっぱり時だけじゃなくて人もついてきますよね。あ、もちろんですよね、うん、やっぱあの人を受け入れられますよね。こう喜びと楽しさを戻らせてくれる人には、うん、みんな賛同すると思うんですね、うんうんうん、だからそういう意味での自流に乗るというのも、はい、あ、自流に乗るじゃなくて流行に乗るというのも、うん、いいのかもわかりませんね。そうですね、まあ、そもそも流行に一度乗ってみないと流行が何かって分かんないですからね。そういう空気もありますね、うん、でもまあ流行に乗ってそこで利益をどうのこうのして痛みに遭うのではなくてそのことを楽しむという部分であれば、うん、私はこうあのなんていうかさっき言ったなんか小さい時に経験した、うん、ね、縫い物をするとかなんか船 木で船を作るとか、うん、そういうのは、こう、行き先が清になって、とても良かったと思ってますね。うん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 、流行の、ね、はい、逆に、自分の視野が広がったような感じがします。うん、はい、でもそういう意味では、やっぱり心を常に開くとか、好奇心を持つとかっていうのが、なんか、やっぱり流行にしろ、流行関係ないものにしろ、あの何か出会った時に、まあ、人に対しても、物に対しても、出来事に対しても、やっぱり開いておくことっていうのが、なんか、一つポイントかもしれないですね。うん、うん。うん、流行に皆さん乗ってみませんかって言いたくなりますね。そうですね、逆にね。そうそう。まあ、それぐらいのことはいいんじゃないですかっていう感じで、うんうん、そこで心を開いたり、仲間ができたり、この今、この人生で滅多に会えないような出来事や人に出会うという流行は、なんかいいのではないかなと思いますね。うん、うんうんうん、そうですね。馬鹿にしないでいいと思います。はい。はい、ありがとうございます。ということで、ね、今回も、先生にいろいろなお話を伺うことができました。この番組では、引き続き北川先生のご質問ご感想をどしどしお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧いただけたらというふうに思います。そして、北川先生の、満月の勉強会引き続き、名古屋で開催中です。途中からのご受講も可能ですので、こちらもぜひチェックの上ご参加いただけたらと思います。そして月末ですね、今月も、北川先生の、この人生を変える出会い、ご支援いただいている、サポーターの方向けの、ご講話を月末にお届けしております、今月は無敵に生きるということでですね、素晴らしいお話を伺っていますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います、サポーターに、なっていただける方、サポーターについての詳細も、概要欄に、記載しておりますのでこちらも、チェックしていただけたら嬉しいです。今週もありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。